時を行き来する列車デンライナーが奪われた。仮面ライダーゼロノス桜井優斗の力を借りて仮面ライダー電王野上良太郎はデンライナーを奪った男仮面ライダーガオーを追い詰める。しかしガオーは良太郎の誕生した時間を消して良太郎の抹殺を図っていた。良太郎や桃太郎をはじめとしたイマジンたちは己の命を懸けてガオーに最後の戦いを挑むのだった。これ三十。お前僕に釣られてみる。俺の強さにお前が泣いた。お前たち倒すけどいいよね。答えは聞かないけど。今日は全員まとめてクライマックスだぜ。一緒に戦おう。ふん、おげよっ。ふん、おげ、超必殺技パート2。おげおげよっ。俺の超必殺技、おげよっ。ふん、おげ、必殺技パート1。あらよっと、とりあえずよっ。俺の必殺技パート2。あらよっと、とりあえず俺の必殺技パート1。とりあえずよっ。俺の必殺技パート1。よし、俺の出番だな。行くぜ、トリエ。よっ、俺の必殺技だ。お前、食われるだけだ。
まえ。やっぱり邪魔だな。気をつけて。見せてやるぜ。俺の必殺技。よっ。やったぜ。